皇帝祭祀。皇帝祭祀とは中国の皇帝が取り行った国家祭祀。中国の皇帝は皇帝祭祀を行うことにより祭祀を権としての側面も持った。皇帝祭祀は旗の始皇帝に始まる。寛大には祭祀制度として整えられ、周以来の天守と始皇帝以来の皇帝が祭祀制度においても使い分けられていた。皇帝祭祀は 死書では、工病として現れており、皇帝の祖先を祀る僧病で行われるものと、都の郊外で行われる、皇子に分けられる。また、皇子は、天の主宰神への祭祀である南皇と、地の自然神への祭祀である北皇とに大きく分けられる。党では、皇帝祭祀の体系が整えられ、大東海元礼にまとめられた。そう以降、大東海元礼は、 国家儀礼書の天版としておもんじられた。大東海元齢は国家祭祀を大、中、小に大きく分けている。皇帝祭祀は、漢民族の王朝だけでなく、南北朝時代の北朝や領、金、元、清などの異民族王朝でも行われており、多少の変容はしつつも皇帝制度と共に継続された。また、日本の天皇が執り行う宮中祭祀、 新滑祭りなどにも影響を与えた。皇帝祭祀の起源については、諸説があるが、今日一般的と思われる説明に従えば、祖や職などで行われていた自然神に対する祭祀である社職と、州で行われていた祖先神に対する祭祀である僧病を合わせたものである。これに、真の始皇帝の取り行った法然に由来すると考えられている皇帝を合わせ、 天を祭る、南高、地人を祭る、北高、祖先を祭る僧病により成り立っていると考えられている。これを皇廟という。これに従えば、皇帝祭祀は南方の朝光期限の祭祀と北方の黄河流域期限の祭祀が組み合わさって成立したもので、新漢帝国によって果たされた中国世界の統一を祭祀の上でも表していた。 全漢の祭祀制度においては、天の祭祀は、国土の南の郊外で当時に行われ、地の祭祀は、北の郊外で下市に行われた。このことから、天の祭祀を、南郊、地の祭祀を北郊といった。この二つを合わせて、郊祀というが、一般に南郊が尊ばれたので、郊祀という場合、南郊のみを指す場合も多い。また正月に行われた、天地合祀は、南郊で行われた。 五漢時代になると南高は正月に一回行われるのみとなり北高は10月に行われるようになったと考えられているこの講師は皇帝が直接取り行うものではなく神下を代理として取り行われたこのように神下が皇帝の代理を務めて国家祭祀を行うことを有志説事という南北朝時代は北朝で提言に基づく礼節 南朝で王祝に基づく霊説が行われた。そのため北朝では南高は有志説時で行われる例が多いが南朝では南高皇,皇帝がおやしするようになった。当の時代には皇子のような定期的な祭祀はほとんど有志説時で行われ不定期の特別な祭祀のみ皇帝がおやしするという形式が整えられた。これは 北朝の形式を継承したものと言える。宋の時代には、三年に一度皇帝が伝を、おやしする三年に一皇の制が行われたが、通常の講子は、有志説ごとであった。一方同時代に宋と並び立っていた、異民族王朝である、両、金、元などでも講子は行われてたが、それぞれの民族独自の視点儀礼の方が盛んであった。民の時代には、 毎年正月南高で天地を行使する一年一、高の親子が霊行されたが、1531年の霊成改革以降は、講師は有志節置で行われるようになった。清の時代になると、明治内とほぼ変わらない頻度で、講師が行われたが、原則として、皇帝親子で熱心に行われた。創病とは、祖先の遺廃を安置する病、三霊屋のことで、 春秋時代から王公の祭祀の場として重要なものとなっていた。前漢の時代に儒教が国教とされると、儒教においては身分によってこの僧病に祀ることができる祖先の数を限っていたために皇帝の僧病をめぐって政治的な論争が行われた。儒教によると天使七病といって皇帝は七代以上の祖先を祀ることができた。 皇帝の僧廟は天命を受けた祖先を中心に祀られ、天命を受けた祖先は大祖などと呼ばれ、一般に王朝の初代皇帝が当てられた。大祖を祀る僧廟を特に太し廟という。前漢の時代には、このような僧廟が皇帝の領母ごと、また諸皇の軍国ごとに設置されていたが、十家の礼節に基づいて五漢時代には国都の僧廟のみに限られた。 これに伴って皇帝祭祀の中で皇帝寮を祀る両祭の比重は低くなった。創病制度は即位儀礼に密接に関係していた。全館中期には全皇帝が放御した際、その棺の前で即位する棺前即位が行われ、即位後太病に越する越病の例が行われた。南北朝では越病は皇太子以外の者が即位する場合に限られ、 闘争の時代には、例外的にしか行われなくなった。一方で、東大の後半から皇帝即位直後の講師を親しする関連が出来上がり、それと同時に退社、改元が行われるようになった。このことは、東大から徐々に即位儀礼、皇帝親しの重点が、創病から皇に移っていったことを示しており、 開かれた空間で民衆の目に見える孔子の歌詞性の高さが重視されるようになった。なお、民進時代の南講子である天岩は現存している。天皇の即位儀礼である大上祭では、北斗と南都に対して祭祀が行われるが、北斗は天庭と同一視される大地、すなわち北極星の周囲を回る天庭の車であり、何とも様に見立てられ、 祖先に供物を捧げるすと観念されていた。このことは天の祭祀と祖先への祭祀という形で成り立つ中国皇帝の即位儀礼と共通する。ただし北斗に対する取り扱いについては中国皇帝の祭福と天皇の祭福とで異なる意象であることが監視され、両者の思想構造が微妙に異なっていたことを示唆する。天皇が大地イコール アマテラス大臣イコール天皇という三位一体で捉えられ祀るものであると同時に祀られる対象であったのに、大使中国皇帝は大使イコール天帝イコール皇帝という構造を持ちながらも最終的には天下に君臨し支配する権威を天から与えられる天使であり、あくまで最高主催者として祀るものにとどまっていた。金子周一、古代中国と 皇帝採取に基づく。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。